ダニー・ヒューストーンはアメリカ合衆国出身の俳優。父親は映画監督のジョン・ヒューストン。アンジェリカ・ヒューストーンはイボ・アネ。祖父は俳優のウォルター・ヒューストン。テレビ映画などの監督で1988年にはアンソニー・エドワーズ主演のミスター・ノース、風を運んだ男などを監督。ちなみに同作では父親のジョンがプロデュースも手掛けた。 1995年に、ニコラス・ケージ主演のリーヴィング・ラスベガスにバーテンダー役で出演して、俳優に転身した。その同年には、バートレイノルズ主演の冷たい夜は死の匂いも監督しているが、その後は役者に徹して、数多くの作品へ出演している。2004年に出演したマーティン・スコセッシ監督で、レオナルド・ディカプリオ主演の電気映画、アビエーターでは、 他のキャストらと共に全米映画俳優組合賞へもノミネートされた。2012年から2013年まで出演してテレビドラマシリーズのマジックシティでの演技にも評価されており、2013年のゴールデングローブ賞の女演男優賞においてもノミネートを受けている。近年でも精力的に俳優活動を続けており、ティム・バートン監督の電気映画ビッグ・アイズや、 テレビドラマシリーズ、アメリカンホラーストーリーなどへも出演している。1989年にバージニア・マドセンと結婚したが、1992年に離婚。その後、2001年にケイティ・ジェーン・エバンスと再婚するが、2006年に離婚。エバンスとの間には、娘、ステラを設けている。ありがとうございます。